こんばんは。画像を検索したいとか、動画を検索したいなら、画像や動画を検索するために、便利なサービスを紹介したいと思います。じゃあ、これは、コンリリスというサービスです。はい。まず、ここでクリックして、ダウンロードしてください。ここでダウンロードしてください。そして、ダウンロードした後は、ブラウザの中で、この印ですね。はい。この印が出てきました。だから、このサービスを、開きたいなら、この印をクリックしてください。じゃあ、今、クリックしてみます。今、たくさんの写真が出てきましたね。インターネットからの写真です。じゃあ、例えば今私は、雲の写真を検索したいなら、ここで雲を入力します。そして、ピカサのアルバムからの写真を検索したいので、ピカサをクリックします。じゃあ、今、たくさんの雲の写真が、出てきましたね。ピカサのアルバムからです。素晴らしいですね。じゃあ、どの写真を見たいなら、その写真をクリックしてください。例えば、この写真です。じゃあ、今、はっきり見えますね。そして、写真のズームを調整することもできますよ。ズームをすることもできます。でも、写真だけじゃなくて、動画を検索することもできます。例えば、今、ミスチルの動画を見たいので、ミスチルですね。ミスチルを入力します。そして、YouTube の動画から検索したので、YouTube をクリックします。今、ミスチルの動画がたくさん出てきました。そして、このサービスの中で動画を聞くこともできますよ。例えば、この動画を見てみたいなら、クリックします。
この動画を、見ることと、聞くこともできます。便利ですね。そして、画面で全く、見たいなら、このボタンをクリックしてください。このボタンです。今、全く、動画が出てきました。このサービスは、画像とか動画を、検索するときにとても便利だと思うので、使ってみてください。一度使ってみてください。じゃあ、以上です。ありがとうございます。